こんにちは。どうも、インターネットラジオGood-AIR.comの中村です。今日からスタートします、熊本県八代市の唐揚げ弁当を全部食べるまで探し続ける旅、磯野克夫さん企画でございます。ということで、今回が第一発目ということになるので、うちの近くの唐揚げ屋さんから攻めていこうかなというふうに思うんですけれども、うちの近くにですね、以前、唐揚げ屋さんがあったんですよ。もともとは豚足屋さんがありまして、豚足屋さんがなくなった後、唐揚げ屋さんになって、唐揚げの力っていうね、とても美味しい唐揚げ屋さんがあったんですけど、そこがなくなって、今はですね、揚げ八という名前の唐揚げ屋さんが、うちのすぐ近くにあります。まずはここから、唐揚げ弁当を食べに行ってみたいと思います!八代中の唐揚げ&唐揚げ弁当を取りこぼしなくこれから取ってきてもらいたいと思います。さあ、というわけでやってきました揚げ物屋の揚げ八さん。マジか。企画第一発目ながらまさか閉まっているとは。おっ、隣にも人来た。先に出らすかな。いや、結構この揚げ八トラップに引っかかってる人多いみたいです次行ってみよう。次、企画第1弾から閉まってしまっていました揚げ八さんのすぐそばなんですけれども、移動をして生鮮広場トップに新しいチキン南蛮屋さんができたってことで、そちらへと向かってみました。おお、チキン南蛮弁当 S サイズ450円。チキン南蛮唐揚げに入れていいんだ。唐揚げ弁当は550円。ここはあえて3種のチキン盛り合わせ。これちゃうか。あぶねえ、南蛮ってその日曜休みだったんだ。毎週水曜に変更になってよかった。1670円ですね。すいません。いらっしゃいませ。1680円からですね。6円お返しになります。こちらが了解ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。唐揚げ弁当とチキン南蛮弁当の S を欲しいんですけど。一口時間いただきますけど。はい。ちょっとじゃあ。いただきます。はい。お呼びしますね。3番ですね。はい。車でも届く。大丈夫です。あっちだと届かんですけど。すぐそこなんで。どうも。こんなん来るんだ。今待ち時間が5分ぐらいかな。もう少しでなんかなりそうな予感なんですけど、アンテナの線みたいなのがゼロなんですよ。果たして本当にこれは。なるんでしょうかなったなったぞい。よっしゃー。はい、お待たせいたしました。すいません。すいません。はい、じゃあ唐揚げ弁当と S サイズですね。550円、450円でお会計1080円ですね。1080円。よっしゃー、腹減った。やっと飯食える。それでは早速唐揚げ弁当の方からいただきます。いやー、これうまそうだね。ではいただきます。唐揚げ弁当さんです。どうなんでしょう、どうなんでしょう。おお、うわ、サクサク、すごいガリッガリ言ってる。うまっ、これうまいぞ。醤油の味がめっちゃご飯に合う。ガンガン食える系だこれ。なんかすっごい柔らかいっていうより、歯ごたえと、それからお肉自体もちゃんとね、食べ応えを残してくれてる感じの味になってますね。うん、うまい。んで、ちゃんとねドレッシングついてるんで、サラダもいただきます。どれ、サラダは。これ自家製じゃね？自家製ドレッシングかも。うまい。あ、美味しいねこれ。思ってた以上の味ですね。めっちゃ米くる。うまい、マジでうまい。これ優秀ですよ。これ優秀でした。優秀な唐揚げでした。家の近くにこんなんあったんだ。おいしい。なんだろう、サクサク感はかなりレベルが高いんですけど、味のバランスとしては一番ちょうどいいかも。すごいね、バランスの取れてる味にこれなってます。ご飯の量も、まあご飯の量は普通ぐらいかな。普通よりちょっと多いぐらいかな。でも唐揚げ2個で僕はご飯半分いっちゃったんで、かなりパフォーマンスはいい方かもしれません。ちなみに唐揚げ弁当はお弁当だけで頼むことができるらしいので、お家でご飯用意しといて、こっちだけ買って帰るね。こっちの唐揚げの部分だけ買って帰って家で食べるってのもありです。さあ、そしてせっかくなんで、じゃあチキン南蛮の方も行ってみたいと思います。チキン南蛮はこれソースがねちゃんとついてるんで、これ多分かけて完成させた方がいいですよね。いきまーす。ドゥーイと、まずはこの甘酢だれで、そしてこっちがタルタルソース。あ、落ちてこね。あ、来た来た。おお、良いですね。これは良いですね。だいぶ雰囲気違うね、これかかってくるとね。ではこちらのチキン南蛮もいただきます。うまっ。あ、うまいわ。しかも後からタレとタルタルソースかけるんで、サクサクの状態で食べれるっていうのがいいですねこれ。うまい。やばい。これ好き。またこの1本だけ入ってるウインナーがまたちょうどいいんだな。まった甲斐がありました。最高。最高やん。がっつり弁当何万ってめっちゃ美味しいぞおいみんな。おさらいです。今回食べたのは南蛮亭さんの唐揚げ弁当とチキン南蛮弁当 S になります。ちなみに僕が食べたのはチキン南蛮弁当 S なので、普通のチキン南蛮弁当は550円、もっと量がたくさんありますから、たくさん楽しむことができますよ。ちなみにチキン南蛮弁当ではダブルにするとですね、お野菜とかがなくなってチキン南蛮が2倍になるという形になっているそうです。それから100円引きでですね、全部単品できるということなので、お家でご飯炊いてたくさん食べたいという方はそちらもおすすめです。またですね、なんとチキン南蛮カレー弁当っていうのもあるんですけど、要はチキン南蛮とカレーとご飯ですね、これが550円で売ってるんですが、こちらがね実は一番人気らしいというお話なので、ぜひ皆さんそちらも。そしてね、今回美味しかったサラダなんですが、フレッシュサラダ、ポテト入りサラダ、こちらもですね100円150円で販売をしているそうです。今回ご紹介しました唐揚げ弁当やチキン南蛮以外にも、エビフライ&チキン南蛮弁当だとか、油淋鶏弁当とか、それから牛焼肉&チキン南蛮弁当などなど、様々なメニューがありますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。マジで美味しかった南蛮亭を今回はご紹介しました。 Thank you for your listening. Good-AIR.com Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good-AIR では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオ Good-AIR の YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。